韓国政府、イランが激怒しビビーまくり7000億円の支払い要求で、韓国の朝鮮日報によりますと、イランの外務省が韓国大使に対し、イラン産の原油の代金およそ6500億円を支払うように強く抗議したことが明らかになりました。さらに、イラン中央銀行なども韓国大使に 代金を決済するための韓国の努力が足りないと激怒している模様です。このイランの激怒に韓国政府が驚き、先月末に急遽特使を派遣したことが確認されました。イラン外務省の関係者は、アメリカの制裁対象になっていない医薬品や食料品の輸出入代金の決済は、 その気になれば可能だ。ところが、韓国政府はまともに対応しないと説明しており、韓国政府はこの原油の輸入代金を踏み倒そうとしてるんじゃないかと見られておりますが、こちら、イランに対して制裁が実施されているのは事実でございますけれども、イラン政府も その制裁外で対応は可能だと要求しておりますので、韓国政府には早急に6500億円を何らかの形で支払っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。